こんにちは、はじめまして。私の名前はメイコライと申します。私は28歳です。私は大学から来ました。今ヤンゴンに住んでいて日本語を勉強しています。私の家族が6人です。両親と兄弟は4人です。私の趣味は本を読むことです。私の日本語は暗号を語学して暗音を続けて勉強しています。私の仕事経過は今は会社でマーケティングを5年間しました。私の社長は誰にも仲良くできます。私の店長は高さが怖いです。私の目的は日本で働いてお金を貯金したいです。そしていろいろな仕事を勉強したいです。どうぞよろしくお願いします。